メアリー・ジョー・フェルナンデスはアメリカの女子プロテニス選手。出身地はドミニカ共和国のサントドミンゴで、父親はスペイン出身、母親はキューバ人である。四大大会で3度のシングルス準優勝を記録し、全豪オープンで1990年と1992年の2度、全仏オープンで1993年に準優勝した。ダブルスの名手としても活躍し、 4大大会では1991年、全豪オープンと1996年、全仏オープンで優勝している。1992年、バルセロナ五輪と1996年、アトランタ五輪の2大会連続で、アメリカ代表として、女子ダブルスの金メダルを獲得した。WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルス17勝を挙げる。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 自己最高ランキングはシングルス4位、ダブルス4位。1985年の全米オープンで史上最年少の14歳8日で初戦を突破する。1986年にプロ転校し全仏オープンで準々決勝に進出。ジュニア時代からガブリエラ・サバティーニに相性が良く、プロ選手生活でも受賞13杯の戦績を挙げた。 サバティーニキラーと呼ばれたフェルナンデスだったが、シュテフィグラフには17度の対戦で一度も勝てなかった。1990年の全豪オープンでフェルナンデスは女子シングルス、女子ダブルスの2部門に決勝進出を決めたが、シングルス決勝ではグラフに3から6、4から6で敗れて準優勝になり、パティフェンディックと組んだ女子ダブルスでも準優勝に終わった。 翌1991年の全豪女子ダブルスでフェンディックと組んで初優勝を果たす。1992年全豪オープンでフェルナンデスは再び女子シングルス、女子ダブルスの2部門で決勝に進んだが、2年ぶり2度目の女子シングルス決勝でモニカ・セレシュニ2から6、3から6で敗れ、またもや優勝を逃した。ダブルス準優勝のパートナーはジーナ・ガリソンであった。 この後、バルセロナ五輪の女子ダブルスで、ジジ・フェルナンデスとペアを組んで金メダルを獲得した。全豪オープン女子シングルスで最初の準優勝になった1990年、フェルナンデスは東京、有明コロシアムで新設された日霊レ,レディースの第1回大会で短服2巻を獲得した。シングルスでは、これが彼女のプロ初優勝だった。日霊レ,レディースのダブルスでは、 1990年から1992年の3連覇の後、1995年にも優勝がある。1993年の全仏オープンは、フェルナンデスのテニス人生でも最大のハイライトだった。準々決勝でガブリエラ・サバティーニと対戦中、1から6、1から5に追い詰められたが、そこから挽回して、第2セット6から6に追いつき、 タイブレイクを取って持ち込んだ、第3セットを10から8で取る、大逆転勝利を挙げたのである。そして自身3度目の4大大会決勝進出を果たしたが、シュテフィグラフに6から4、2から6、4から6の逆転で敗れてしまう。これでフェルナンデスは4大大,大会で3度の準優勝になり、シングルスのタイトルを獲得することはできなかった。 1996年アトランタ五輪の女子ダブルスで、前回と同じジジフェルナンデスとのペアで2大会連続の金メダルを獲得した。この年は、全仏オープンのダブルスでも優勝し、1991年、全豪オープン以来となる4大大会ダブルス2勝目を挙げた。五輪をジジフェルナンデスと組んだ他は、リンゼイ・ダベンポートとペアを組んで、好成績を挙げ、 1996年にフェルナンデスとダベンポートのコンビは年間4勝を記録している。1997年がシングルス、ダブルスとも最後の優勝になった。キャリア後期の活躍には1999年全仏オープン3回戦で若きセリーナ・ウィリアムズを破った試合があった。2000年に現役を引退した。 2009年から2016年まで、フェドカップアメリカ合衆国代表の監督を務めた。ありがとうございます。